はい、良い風景です。今日は、ムラドの試練、やろうかなと思ってます。なんか、フェイの問題みたいなもの、なんか20のパズルを解く。この、なんていうかな。なんていうか、フェイの問題をご存知ない方って、やっぱりいらっしゃるのかな。まあ、見てもらうのは早いかな。試練の1でもあったんですよ。これが全部で50問だったんですけどね。で、まあ、これやるか。このブフーの試練っていうやつは後回しにしようかなと思います。前回はこれクリアしたんですよね。はい、じゃあこれやりますかね。まあ、どのくらいの難易度かにもよるんですけど、フェイと同じぐらいだったらそんなに難しくはないんじゃないかな。20個クリアするのね。はい、ゾワゾワ、怒り。どうすればいいんだろう。まあ、ゾワゾワを読むよな。で、まずじゃあ、ゾワゾワを読んで、出た。この怒りの杖を振ると、攻撃力が上がるんですけど、特技を使ってくるモンスターは特技ばっかり使うようになる。じゃなかったか？ちょっと待って。ゾワゾワが解くまで待たなきゃいけないか。あ、違う。こいつを投げればいいんか。で、これで、ゾワゾワが切れれば、吹っ飛ばしてくれるんじゃないか。なるほど。進むと。間違ってなかったみたいですね。じゃあ次と。なんだこれ。マムルの箱。あ、俺初めて拾ったわ。説明。エレキ箱ってやつですね。マムル系で一番弱いマムルは、てか、マムルが出てくるんですよね。使ったことがないんですよ。押すとどうなの？で？何？箱に戻りますか？はい。話しかけると箱に戻ると。で、装着。これすると自分がマムルになるわけか。戻る。なるほどね。じゃあ、やってみるか。ん？あ！チキショー。どうすればいいのか。倒されたね。もう一度。どうするか。なんかあるか。なんか罠があるわけでもないし。そうか。これを、そうじゃなかった。装着すれば、あれ、踏まずに済むかなと思ったけど、そんなことはなかった。じゃあ、押す。これ先行させるとどうなるの？ちょっと待って。ちょっとわかんないな。なんか特殊の使い方があるんだろうか。押す。で？入れ替わる。あ、入れ替われるんだ。拾う。ドゥバ拾っちゃえ。なんか食べられたりするんだろうか。なるほど。こんなことができるんだな。さて、三つ目。はい。寝てますね。あ、階段が真ん中にあるか。これは、場所側へ、器具に。どうするか。要するにこれ、器具族を使って戦わせるって話か。まあそういうことになるのかな。どうするか。器具族を誰に使うかって話もしかして。マジでわかんねえ。てかこれ、危険な奴らばっかりですよね。どうするか。ほんとどうしようかな。こいつかな。で？どうなんのこれって。あ、レベルアップした。
やっぱりそうだよな。下手なやつにすると遠距離攻撃されますからね。あ、しまった。大丈夫か。ダメでした。もう一度。でも多分ね、おそらく、このタイガーウッポだと思うんですよ。ホガネズを起こしちゃうと、死にますからね。まあ、さっきは運が悪かったけど。あ、わかった。そっかそっか。もうタイガーウッポで間違いないんですよ。多分そうだと思います。他のやつ起こしたら大変なことになるから。で、なんだっけ、亡霊武者が出てくる前に場所があればいいんだ。そうだろ。で、ここで場所があればいいんだ。何やってんの、俺は。はいはい、顔面と。モンスターの罠ね。これは ?99 本の木の矢。これだけか。なんだろう。わかった。ワープがありますね、左。で、これで階段部屋に飛べばいい。階段部屋じゃないや。階段の浮島に飛べばいいんですね。だけども、右の空間に飛んでしまうとアウトになるわけだ。だから、これを装備して、この空間を埋めてだ。埋めて、こいつをモンスターにしてしまい、で、こうすれば、もう右の空間には飛べないから、ここでワープすればいいと。ワープするまで踏む。はい、っていうわけですね。倒してく倒してくか、せっかくだから。いいか、踏もうだ、やめだ。行きます。さて、ごめんと。下にいるやつは吹き飛ばしてくるやつだな。マナーはないと。欲聞き、命の薄さ、音切り、うどの盾。うどの盾は拾ったことないな。説明。装備していると、寄せ返るの引き寄せ効果やムーロンの吹き飛ばし効果を無効にできる。ああ、なるほど。で、奥に敵が、丸いなんだろう。なんだろうな。じゃあ、とりあえずこれ HP を上げろってことかな。あ、しまった。ちょっと待って、やり直すか。やり直し。どうにやるか。どうにやるのが一番効率的か。よく聞きは最後のじゃないか。音切りは最初の方がいいか。こうか。よく聞き飲んで、音切り飲んで、命の草飲むと。で、HP を回復して、で、不動の盾を、装備する？装備しないで、待て、装備して近寄って、起こして、あ、ダメか。あ、わかった。やり直し。で、よく聞き、まあ、HP を上げておくのが、前提条件になるわけだな。多分そういうことだろう。で、吹き飛ばされればいいんですよね。だから、起こして、吹き飛ばす。で、目の前のこれ何？あ、ワープか。あ、はい。じゃあ今度はここで、不動盾装備して HP を回復。あ、あいつ飛んでくんのか。いや、ちょっと待った。待って。ちょっと待って、これ難しいな。飛ばされるのでは間違いないんだよな。あ、もしかして、不動盾装備した状態だと、吹き飛ばしって、ダメージも無効化できるのか。そういうことなんだろうか。んじゃあ、音切りのみ、命の草、のみ。で、かな。ちょっと待ってください。で、
あ、ダメージは無効化できないか。じゃあこれやっぱ外していくしかないんだな。で、これ倒されちゃうもんな。もう一度。階段の上にうまいこと飛ばしてもらえればいいんだよな。よし。では。じゃあこうしよう。じゃあ、欲気飲んで、音切り飲んで、命の草飲んで、HP を回復して、で、不動の盾を投げる。あ、ダメだ。飛ばなかった。ちょっと待った。これもダメか。あ、これがあるとダメなんだ。いけないんだ。そうだな。いけないんだよな。じゃあどうすればいいわけ？ちょっと待って、これ難しいね。いや、わかんねえわ、これ。さて、どうしたものかな。罠かなんかあるのかな。いや、罠はもう出てますもんね。どうするか。もう一回やるか。トギリソウを飲んで、ミオちゃんと飲んで、いやーこれ難しいな、これ。やっぱり、待って待って、これを外しといた方がいいんだな。きっとこれ外しといた方がいいんだと思う。あ、わかった。この不動盾ってワープゾーン無効化できる。もしかして。そういうことか。もしかしてそういうこと？飛ばしてもらい、不動盾装備し、なるほど、そういうことか。なるほど、不動盾ってワープゾーンも無効化できんのか。なるほど、無名の集落って何？なんか無名。なんかどっかのうどん屋みたいな名前ですね。はい、神聖な海産物が自慢と。はい、無名の集落にようこし。美味しいお魚屋さんがあります。魚があります。でも、これ何か別に買っていくことはないよね。まあ、特にないよな。まあ、骨休み的な感じか？特に何もない感じではあるな。じゃあ行きますかね。なるほどね。いいか。長いは無用だな。あれ？次のとこはどこ？どこよ、次。どこ？長屋無用だと思ったが、次どこに行けばいいのかわからんぜ。どこ行けばいいんだろう。次の道どこだろう、本当に。あれ？ここか。ここだな。なんか妙なとこで迷っちまった。あれ、おにぎりだ。だけど、やっぱり罠だ。なんか隠れてるもんな。あ、こいつらか。どういう待て。そうです。安住なんてつまんない。はいはい。よし。でも、ボス戦があるのか。問題を、あのドジビども、今度会ったらギッタンギタンに乗してやるからな。ボスがいるんですかね。なんか問題をやるだけかな、なのかなと思ったけど。だけど結構骨がありますね。難しいわ。6面と。うわぁ、これは一方通行ね。一方通行を踏むしかないわけでしょ。で、なるほど。モンスターを誘導して、あ、番犬じゃないか。なんだこれ。ツルハシか。これは相手を拾っとこう。あ、しまった。なるほど。なるほど、なるほど。では、もう少し距離を取った方がいいか。距離を取った方がいいのでは。
で、こんなところで、あ、しまった、こっち来ちゃったな、あいつ。こうすると、どうなんだ？あ、あらららららら、と、ちょっと待った。あ、掘っていかなきゃいけないんか。あ、そういうことか。じゃあ、番犬を、この、あ、ここ掘れないか。じゃあどうすればいいんだ。ちょっともう一回。で、これ、踏んじゃうとダメなんだよね。なんだこれ。つむじ風。つむじ風ってなんだ。ま、今回は失敗みたいだな。でもあのつむじ風はなくうまいこと使わないといけないのか。まあそういうことだな。とにかくあの番犬をどうに巻くかってことがあるよな。で、これじゃ、いけないんか？いけないっぽいな。うまいこと誘導できれば、良いのだろうが、こうか。あ、ダメかな。あ、ダメっぽいな。なんか負けないかな。なんとか負けないか、あいつ。ダメっぽいな、今回。やり直し。とにかく番犬をこっちに来ないようにできないかなとか。あ、しまった。これ拾えないじゃないか。どうするかどうするか。あ、あの番犬を倒してしまうっていうのは無理だな。うまいこと距離を取ることができればいいんだが、この辺か。右に行くか左に行くか、こっちか行ってみるか。あ、しまった。これ意味ないじゃないか。意味なかった。やり直し。そうかそうか。もうとりあえずだ。あ、しまった。あー、そう、やり直し。喉がダッシュでこいつを取ってしまった方がいいのか。あ、拾えないか。またやっちゃった。うまいこと誘導しないといかんな。あ、右か。右から来るんか。ちょっと難しい。なかなか難しいものですな。で、靴を掘っておくと。で、ちょっとこの番犬をですね、まあ、少し誘導して、これが精一杯だな。これどうだ。あ、ダメか。そうか。まあ、ともかく、まあ、一回はここに、あれ？あのつむじ風って動いてるかな。投げてみるか。あ、ダメか。どうすればいいんだろう。あれ、こうなっちゃった。おお。あら、あ、なんかうまいこと言った。なんかうまいことできましたね。